校長挨拶。おはようございます。心配された天気も最高の天気になりました。326名のご賞の皆さんが欠席ゼロでいつものようにいつもの場所で安中地域の皆さんの応援のもと第15回第5小学校安中地区ふれあい運動会がこのように盛大に開催できますことをまずもってお礼を申し上げたいと思います。加えて今年度から小学生のことを最優先に考えていただき、春の運動会開催にご理解をいただいた安中地区町内会連絡協議会の皆様にも改めて感謝を申し上げる次第です。今年の運動会のテーマ、第1党の校舎に掲げております通り、最後まで諦めず力を合わせて頑張る安中組。これは子どもたちが代表委員会で決めたテーマ、安中軍団に地域の皆様と一緒に頑張るという意味がこもっていると聞いています。このテーマのもと、子どもたちは1ヶ月半入学して1ヶ月半の1年生を応援しながらかけっこやダンス応援合戦の練習を頑張っていただきました。その中で集団生活で一番大切な我慢できる力を身につけてくれたものと思います。先ほどの1年生の元気いっぱいの更新にもその成長が見て取れるものと思います。今子どもたちが見せているこの立派な態度は運動会のためのものではありません。集団行動はいざという時に自分の命を守るための大切な訓練です。今年11月には4年ぶりに安中地区合同避難訓練が開催されます。第5小学校は全児童全職員授業として参加いたします。安徳保育園も中小葉保育園も30人みんなで参加して正しい避難の仕方を学びたいと思います。その最高のお手本となるのが安中地区の消防団の皆様です。今日の礼式訓練どうぞよろしくお願いいたします。それから今年もいろんな種目に取り組みます。新しい種目の全校大玉送り事例、これも午後1時どうぞお楽しみにしてください。安中町長会の皆様と名前には1年生はとっても楽しみにしています。楽しんでいただければと思います。どうぞ会場の皆さん、今日はご小の子どもたちの元気あふれる姿を見ていただき、そして褒めていただき、安中地区のご小の教育活動に対する絆が深まれば幸いに思います。ご小326名の皆さん、今日はみんなの成長した姿をお家の方、地域の方にいっぱい見せてください。かけっこで転んでも最後まで走る、ダンスやダンスでちょっと失敗しても最後まで笑顔を、そして困っているお友達がいたら寄り添ってあげる、そんな姿を見せてください。はい。6年生はいよいよ最後の運動会です。どうぞ応援合戦で迫力を会場の皆さんに見せてください。6年生いいですか。はい。終わりになりましたが、本日のふれあい運動会はこの会場にいらっしゃる全ての皆様にとって生涯思い出に残る素晴らしい運動会になることを心からお祈りし、大会の挨拶といたします。平成30年5月27日島原市立第5小学校校長永田俊。